4年前決めた。日本ベスト8進出はならず。涙に濡れた南アフリカ。男が初めてロングインタビューに応じたのはそれから1年後のことだった。いいとこですね。自分はまだまだやれると、もっともっとすごいスピードで成長していけるというふうに思ってるんで、これから2年後はどこにいてもおかしくないと僕は思ってるんで、必ずやりますよ。世界一のサッカー選手になるために、言葉通りビッグクラブへの移籍を実現し、新たな階段を上った。有言実行の男、本田圭佑スペシャル第2弾は独占ロングインタビュー。雪辱を期すワールドカップ、エースの覚悟、初公開。本当に自分たちが定めた目標を信じれるか、全世界をね、まさかと言わせることが僕の一つのターゲットですから、あとはそれを外すんではなく、ネットの中にですね、ゴールの枠にですね、ボールを飛ばすだけだと。本田はこれまでも自らの言葉で自分を奮い立たせてきた。怪我して思ったのはやっぱ僕チャンスやな、未来は誰にもわからない中でどれだけ自分を信じてやれるか。もう準備し始めてます。ビッグクラブでプレーする、即レギュラーでガンガンアシストや点取るイメージができてます。ビッグクラブでの戦いは惨めなものとなった。胸の内に秘めた本音を初めて明かした。インクレディブルロレディチェイスキオーダー。出たいというか、出るのも選択肢の一つかもっていうのは正直考えたことあります。世界一になるという夢を諦められるのか。そこで自問自答が始まるのが本田圭佑なので、お前は逃げてると、今まではそうじゃなかっただろうと。もがき苦しむ中で噛み締めた思いがあった。追い込まれたら人間生きるために死に物狂いで頑張るもんです。ワールドカップに挑む本田圭佑の全て。苦難に満ちた時間を過ごすことになった本田のイタリア移籍。皮肉にも入団会見が最もスポットライトを浴びた瞬間となった。